石公園をちょっとぶらりと散策してみようと思いますね。いい感じに紅葉してますね。川口石公園彫刻ガイド、ちょっとやらしいですね。なんかジブリっぽい感じがしていい雰囲気ですね。景観いい。あんまりなんだろう、町の公園でここまで整備されてるところって少なくないですか。いやー、子供が好きそうな顔だな。俺も好き。西公園の奥の方も少し行ってみましょうか。あ、本当にね、お店がもうちょっと出てきてくれるとね、嬉しいんですけどね。川口駅西口は正かどうかで言ったら正ですね。まあどこもかしくもにぎやかなわけないよね。うん、昔ながらのね、ほら鮮魚店とかがありますね。お魚屋さんですね。高架下になんかイルミネーションがありますね。綺麗ですね。おお、未来を、子供たちに夢を与えられる建設業を目指す島田建設工業が作った、飾っているイルミネーションなんでしょうね。非常にきらびやかで綺麗です。おお、すげえ、素晴らしいですね。今町の人たちも素晴らしいねって言ってましたね。俺もそう思う。俺もそう思うよ。素晴らしい。町の人たちの、気持ちを、ああいうところどころにあるイルミネーションが明るくしてくれますよね。セブンイレブンがありますね。町のホットステーション。あ、それはローソンか。え、ローソンだよな。あ、ローソン。まあ、セブンもホットステーションですよね。ほっと一息みたいなところでは一緒ですね。ああ、大きいっすね、ここのセブンイレブン。広くていいな。うらやましい。ちょっと曲がってみますか。歩いてだいたい30分ぐらい経ちましたね。なんか面白いのないかな。なんかないかな。だいぶ動画撮ってて、街の人たちに白い目で見られるのが、もう最初からそこまでなかったんですけど、さらに気にならなくなりましたね。声もね、腫れる。あ、なんかインコ飼ってる家があって、ピヨ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 鳴いてますね。うちもね、鳥飼ってるんで、鳥のさえずり聞くと反応しちゃいますね。お、なんか味がある家ですね。あんまり露骨に映しちゃうとまずいんで、ふっと行きますけどね。はい。味がある住宅地とか、ちょっとね、立ち止まっちゃいますよね。いや、住宅地だ。住宅地。ちょっとね、まあ西口見て回ったら、今度は東口。がっつりね、あっちは多分ね、結構前ですけど、遊びに行ったことがあって、賑やかだった記憶があるんで、向こうはね、動画も何本か撮れそうですよ。撮れ高ありそう。こっちはね、まあ住むところだから、しょうがないかな。でもね、西公園は本当に良かったっすね。ただまあ住んでる人たちは、西で住んで、東に買い物みたいな感じで、使い分けしてるんだろうから、別にまあ、住宅地だけでもいいんでしょうね。いや、
もうすぐ40分になるんですけど、40分歩くって結構いい運動ですよね。やっぱりね、ぶらり始めて健康もしっかりと守られるから、 おじさんで YouTube 始めるならぶらりいいと思う。あ、マジでいいと思う。最高、ぶらり最高。あ、天然温泉ありますね。なんだろう、天然温泉スパロイヤル川口っていうのが見えてきましたね。温泉好きなんですよね。週にね、2回ぐらいかな、は仕事帰りに、地元の温泉に、行きますね。よく利用するのが見沼小春日和ってところですね。埼玉って皆さん印象あまりないと思うんですけど、温泉結構いいところ多いんですよ。僕の友達が言うには、埼玉こそ本当に全国の中で屈指の隠れた名湯があるところ、ただ温泉としての宿泊施設が少ないだけで、本当にいい温泉は埼玉にこそあるっていう風に言ってましたね。確かに紹介された温泉、スーパー銭湯、いわゆる泊まれるところじゃなくて日帰りのところばかりなんですけど、めちゃくちゃ居心地いいし、なんか素人だからよくわからないんだけど、入っててね、気持ちいい気がするわかんない、でもめっちゃ気持ちいいですね。だからここまで通えてるんだと思いますけど、うちの地元の見沼小春日和のね、泉質はね、とにかくね、濃いですね。なんつうのかな、しょっぱいっすね。水がしょっぱいというか、どういう表現をしたらいいかわからないですけど、とにかくしょっぱい、濃いって感じ。濃い湯が湧いて出てて、お湯もね、38度ぐらいでね、入っててね、長く浸かれていいんですよね。小春日和おすすめですね。よね、おーさん、わしにも話させてもらってええかの。温泉ランキング2021ニフティ温泉調べによると、埼玉はなんと3つもランクインしておるんじゃ。中でも熊谷温泉、花湯スパリゾートと1位のビラック温泉スパハーブスは1日いても飽きんぐらい設備が充実しておる。まさに埼玉はスーパー温泉天国じゃぞい。フォフォフォイ。はい、ということで、西公園まで戻ってきました。このね、駅に向かう通りに入って、駅に戻って、動画を終えたいと思います。いや、とにかくこの西公園良かったな。住んだらね、やっぱり本当にここは外せないよね。川口住むなら西公園行ってとか言っちゃうから。でもやっぱ町ブラは新たな町の発見があって、本当に面白い、やめらんない。西公園の、そこの階段を登って行くと、どこに行くんだ。あ、さっきの西公園の、彫刻が、見えてますけど、そこの階段は登んなかったっけ。この階段登って上に行くと駅に繋がるのかな。ちょっと登って行ってみましょう。あー、走り回れそうなぐらい広い広場に着きましたね。あ、こっちの西公園と繋がってるみたいですね。
清掃されてる方がいますね。本当に整備が行き届いてるっていう感じが改めてします。なんだろうね、少年が奥にいる少女に、ピースしてますね。呼んでるんでしょうね、この少年が。うん、そういった彫刻がありますね。はい、この少女は、その少年に、あそこにいる少年にグーを出してるってことは、あ、じゃんけんしてるってことか。グーを出して向こうの子がチョキを出してるっていうような感じですね。はい、ピースじゃなくてチョキでした。はい、これは仲難しい兄弟なのか親子なのか姉妹なのか、姉妹かな。うん、彫刻ですね。いや、子供の顔が楽しそうですね。あ、いいですね。お母さんちょっと疲れてる感じしますけどね。劣化のせいかなちょっと疲れてるように私には見えますね。いやー、本当に見てください、整ってますよね。整った広場ですね。晴れた日とかここもね、お弁当とか持ってピクニックに来る親子とことかたくさんいそうですね。春とかね、少し暖かくなってきた時期にここに来ると親子で仲むずましく、カップルでもいいし、楽しいひとときを過ごせそうですよね。非常に整備されてますね。これルーブル美術館のさ、なんかこういうのなかったっけ。このルーブル美術館とかで昔見たことありますね。あのパリのやつです。はい、パリのルーブル美術館にこういうのがあった気がします。なんだっけ、僕昔新婚旅行で行ったんですよ。その時にルーブル美術館であんなの見たことありますね。これもなんかルーブル美術館っぽいですね。何かゆかりがあるんですかね。面白い。はい、ということで駅に戻ってきました。いいですね、この景観。整備されてる感が非常に伝わってきます。そして高層マンション群、非常になんかね、都会って感じがしました。はい、ということで石口の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。